開業医の先生ですよ。はっきり言っておきますよ。労働基準法を勉強したことなんか一度もないですよ。部下は言うこと聞きません。そんな当たり前のこともわからんのかって。はい、皆さんこんにちは。リハのめチャンネルの時間です。このチャンネルでは APT、OT、SE を皆様に有用な情報をお届けしたいと考えております。また、今回使用した資料の方でございますが、公式 LINE の方で、皆様に配布しておりますので、ぜひ概要欄から公式 LINE のご登録よろしくお願いいたします。今回のテーマは、なぜ医療介護分野のマネジメントはこんなに難しいのか、医療介護分野の管理職の心得ということでお伝えしたいと思いますが、我が社、株式会社ジーン、セミナー事業とか一般企業としての部分と、介護保険事業としての部分がございます。そこの中で、やはり一般企業としての部分を持っていると、介護保険事業の方の対比というのか、得意性っていうのがすごく見えてくるんですね。これ介護保険事業のマネジメント大変だって本当思うんですよね。ほとんどの一般企業のマネジメントってコンプライアンスルールの整備がされているんですよ。で、そういった労働トラブルとかがいろいろルールが備わってるんで、そこのトラブルがあった時にも意思決定が自動的に決まる部分が結構多いんですね。そうなってくると、あとは一般企業の方のヒューマンマネジメントっていう形で、グロスとしてはその難易度っていうのはキュッてなるんですけど、この医療介護分野、社長さん、ね、開業医の先生ですよ。はっきり言っておきますよ。労働基準法を勉強したことなんか一度もないですよ。もっと言うと、医師なんて労働基準法なんてもう今までない世界で生きてきてますから、なんで休みを取らなきゃいけないのか、納得できないとか、そういうお話なんですよね。そうなってくると、必然的にコンプライアンスルールの整備っていうのは、一般企業に比べて、相対としてめちゃくちゃ遅れてます。そうなってくると、いろんなことが決まっていない。急なお休みを取った人と毎日ちゃんと出てる人の評価は同じなんですかとか。もうそういったものがどんどん積み重なって、結果として難易度がめちゃくちゃ高くなってしまう。もう一つ言うと、ヒューマンマネジメントに関しても、専門職としての特性がありますから、これ、一般企業よりもヒューマンマネジメント難しいんじゃないかなって思いますけど、まあ、ここはね、今回はヒューマンマネジメントの欄はね、同じぐらいにしておきましたけどね。人事評価に大きな差を設けるマネジメントって医療介護に向いてないんですよ。日本の。これなんでかっていうと、日本介護保険制度で、その免許を持っている人がいれば、ある程度そこで収益性が担保されるっていう構造になってますから、そうなってくると、めちゃくちゃ差を設けて、誰かが必ず辞めるっていう組織運営よりも、差を小さくして退職者を少なくする方が、結局、トータルとしてメリットが高くなっちゃうんですね。例えば、この仕事をお願いします。別にやりたくありませんとかね。そういうこと言われたとしても、じゃあ、いや、いいですよ。人事評価下げるだけですから。どうぞ下げてください。ね、下げたとしてもそんな差が出ないっていうんだったら、その医療介護のマネージャーっていうのは、業務の権限の裏付けがないんですよ。あなたは業務命令がありますよって言ったとしても、別にこの人の評価上がっても下がっても変わらないっていうんだったら、部下は言うこと聞きません。私はよくもう医療介護のマネージャーは都市空間で仕事させられてるってよく言うんですけど、そこを何とかしようっていうと、もう本当に人間的にもうものすごい仏様とかね、人生5周目とか、そういうなんかものすごく人間的に素晴らしい人しかマネージャーができなくなってしまう。だからやっぱり、医療介護のマネージャーで成果出してる人みんな素晴らしいじゃないですか、人間性が。人間性が素晴らしい人しかそこの位置に行けないんですよ。で、しかも飛び抜けて人間性がいい。ね、私はね、それはね、ちょっとね、なかなかちょっとハードなことだなって思うんでね、やっぱりそういったみんなそうなりたいけど、そうなれない人もたくさんいますからね。まずはルール整備、労務とかね、そういったものの、整理が、まず何よりもマネージャーが、しっかりと仕事をするために必要だっていうのが、まず1枚目のスライドです。2枚目です。コンプライアンス違反が、まあ、やっぱり多いね。リハの皆さん、20分、タイマー使ってちゃんと測ってやってますか？お昼休憩ちゃんと取ってますか？ね、コンプライアンスっていうのは土台なんです。ね、ここの土台が揺らいでる。サービス産業って論外なんですよ。なんでかって労働基準法違反ですから。働いたら対価払わないといけないですから。から長時間労働っていうのは、この1個上の働きやすさの長時間労働とハラスメントをどうなくすのかっていう。まあ、そこが私の人生の、まあ、今のテーマなんですけどね。まあ、だけどここのコンプライアンスの土台がバッて整っていて、その上で働きやすさ、働きがい、生きがいっていうところになるんですけど、ほとんどのところ、ここを無視してから、ああ、もっと働きがいだとかね、生きがいをもっと追求って、うんなもうまくいかずないですよ。もう改めて言っておきますよ。もうコンプライアンスグダグダ、ね、スタッフ同士の仲も悪い、敬語も使うのも強制していない、ね、お互い口の利かず存在、
ね、仲が悪いという奴らにみんなに仲良くなろうって飲み会行ったとしても、もっと仲悪くなるでいいですよ。当たり前じゃないですか、そんな。ね。そんな当たり前のこともわからんのかって。組織運営がしっくりいっていないときに、ここのコンプライアンスちゃんと守れてるっていう。まずそこを確認しよう。で、ただこれは一般の管理職だと難しいところがあるところなんで、上級管理職の理解をしっかり得る必要がある。いい。まずは採用だからね。どんな人材採用するのかっていうことをしっかりと、人材像をイメージしとかないと。今、うちの会社、一番何を優先してるかっていうと、情緒的安定性。心が安定している人を一番重要視してます。これ、結局、介護保険とか、その医療チームで、6人、7人の小さいチームで、一人言葉のきつい人、すごくね、ちょっと感情的な人が入ってきたら、もうチーム全体、あっという間に崩壊するんですよ。で、そうなった時に、やっぱり穏やかな人と一緒に仕事がしたい。みんなで、しっかりとお互いのことを認め合いながら、そして、組織運営を、チーム運営をしていきたいって思ったら、まずは採用ですからね。で、まあそこの中で、まあ、育成、評価、報酬、配置っていうね、人事サイクルがあるんですけど、まあここら辺はもう人事制度もね、ちょっとセットになってしまう。だから上級管理職としっかりと自分の意見を伝えれるように関係を作ってください。ね、これは気に入られるっていうことじゃないんです。より良い組織にするために上長の協力がいるんです。そこをね、ちょっと間違えないように。はい、この医療介護部のマネージメントがとんでもなく難しい理由ね。あとはチーム人材の多様性ですね。皆さん、人を採用するときにその採用の人物像って持ってますか？私たちはあらゆる意味で Google じゃないんですよ。ね、よくね、その採用試験とかで Google のやつ参考にしましたとかね、Google はこういうこと言ってますとかね、ありますけど、僕ら、すごく多様なんですね。均一化されてないんですよ。いろんなバックグラウンド、専門学校から大学まで、ね、いろんなバックグラウンドの方の中で仕事をしていかなきゃいけない。そういったときに、その、自分たちなりのマネジメントっていうことを考えていかないと、 Google がいいから Google をやろうって言っても、文化的背景が違ったらそのもん何の役にもだな。参考にするのはいいですけど、バックグラウンドが違うことを参考にしたいな、何一つうまくいきませんから、それはちょっとしっかりとお伝えしたいと思います。はい、今日の配信はここまでとなります。また今回使用した資料に関しましては、概要欄の方から公式 LINE の方で配布しておりますので、ぜひ公式 LINE のご登録よろしくお願いいたします。